よし。ね、ちょっと本流の方がね、今工事してるとことかぶったから迂回してこのチョロ沢の方にで、また本流に戻るからそれまではちょっと我慢だな。なんかね、その工事してる人にね、話伺ったんだけど、前に水力発電所みたいなやつをね、簡易的なやつを作るとかで、まあそれでここの川の水の流れを違うところに引っ張ってみたいなことをするから工事してるんだみたいなことを言ってたんですけど、その工事のおっちゃんも言ってたけどね、そのなんか地球のためというか、そのエコ発電のために環境を破壊するってなんか皮肉なもんだよねっていう話してて、まあ確かになって、確かにそうだなって思っちゃったわ。まあ環境破壊してる俺が言うのもあれだけどね、こうやって自然にズガズガ踏み込んでる俺が言うのもなんだけど、工事の人もね、別にお金のためというか生きていくためだから、俺は別にそこにどうこうは言わないけど、結局決定するのは上だしね。うわ、なんかこっちも思ったより前もっと水あったのにね、こっちもやっぱあっちに全部引っ張られてるんだ。いや、そう言うてね、ここその砂防ダムとかね、工事を下でやってる分、みんなね、ダメだこりゃーっつって帰ると思うんだよな。まあもちろん入境はすげえしやすいんだけどね、ここ。はい、なんかね、登山道スポットらしくて、そっちの、うわー、そっちの人の可能性が、蜘蛛の巣、最高、ありがとう。元気な子が釣れたぜ。よし、よっ、稲妻のように横から、あーえらえら、水冷てぇ。あー嬉しい、蜘蛛の巣をかいぐぐってくる甲斐があるよ。いや、言うな。あんなにいんのに熊。
あ、ダメだ。あー、釣りにならん。これ、あの、延べ竿のキャップだよね。あの棒の。結構新しくない？まあ、持って帰ってあげましょうかね。いろいろ来すぎ。アリに気をつけるんやよ。ほら、こっちにおのり。おのり。違う違う違う。そう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 。元気でな。あとはあえて何もせずゆっくり巻いてみる。アクションをあまり加えずに巻いてみちゃうとか。今めんどくさいなと思ったでしょ。めんどくさいなと思った。やっぱり分からん。交流釣りってさ、やっぱ難易度高いんじゃないの？いや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 。まあスピナーを使うとか。なんだからね、チートなんでしょ。いや、スプーンでもいいんじゃないですか。別に最初は釣る感覚とか魚がいる場所を知るのもありかと思いますけど、なんか成長速度を落とす気がするな。ずっと固執するのも。最初はチートに頼るのもありじゃないですか。まあそんなチートって言ってもエイムボットじゃないんですから。ここは投げたら下にゴミみたいな苔がめっちゃ生えてるんで、ここは竿を上にしながらちょん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 って水面から飛び出さないように。パパパパーッ。もうちょい前に行くっすよ。投げやすいとこで。なえんの早っ。なえんの早っ。俺がここ何回来たと思ってんすか。いるやん。めっちゃ悠々泳いでますやん、目の前を。行っちゃったよ。諦めましょう。あれはもう金魚みたいなもんす。観賞用。いやー、めっちゃ足跡。週末人が入ってる可能性があるかもなんで。あ、てか、そこいる。いける。この黒いのは何なの？まあなんか交配種なのかもしれない。なんかとなんかの。めっちゃ仕事じゃねえ。すげえな。いや、やめてって感じ。すげえ、そこ3匹いる。ニジマスですね、これ。そいつは分からんけど。すげえな。こんなんあるよ。多分めっちゃ擦れてるんで、めっちゃアクションしてビカビカにしてリアクションで食わせないと多分食わないです。何起きました今。ピョーン。え、一応釣れましたよ、ね、多分ね。感触が入った。横からすげえ勢いで黒いのが飛んできました、ね。
BMW か。すげえ弾丸バイクだった。全然釣れる気しないんだよ。いや、さっき釣ったじゃないですか。今日第三釣んないと俺切腹するかも。解釈店長に頼もうかな。ペティナイフでいきますよ。ペでパン切り包丁で解釈してもらいます。ギコギコ、うん、何でもないです。また適当なこと言ってます。俺ありがとう、嬉しい。いい虹だ。皆さん、ちなみになんですけど、あそこ 88% の確率で釣れます。はい、あの会心もりもり万眼結力持った片手剣の人。あ、ネズミいる。カワネズミいる。わ、あれ捕まえて。クソ、俺はモグラの次はネズミか。お前も YouTube ショートに上げてやろうか。どこ行った。でもカワネズミタモ登りそうだな。いや、ちょっとキモい。深いから下げます。あと自分たちが高いとこ いるんで、竿も下にして、で流れの中でルアーが泳ぐぐらいで巻く。もっと早く、もっと早く、もっとルアーがブルブルブルってなるとダメです。手に感触きますよ、ルアーが泳いでる。いいとこ、あ、跳ねた。そうです、そうです。ルアーがこうボブリングって言うんですけど、ブルブルブルって。いや、やめましょう、深いんで。やめましょう、見るより流れ強いんで。はい、物理学かもしれない。俺赤点だったけど。え？どういうこと？いや、ベクトル的な、感性の法則的な、よく、いや、わかんないです、やめましょう。あの、頭悪いのバレちゃう。ニジマスです。
あ、ちょっと口怪我しちゃったね。ごめんよ。ドヤ顔1、ちっちゃった9。やっぱここで1匹釣るじゃん。そしたらもうこのポイントは、まあこういうでかいポイントは何匹もいて、その2、例えば2匹ここにいたとしたら、まあその1匹が今来たとして、もう1匹も活性が高くて餌腹めっちゃ腹減ってるってなったらまた追ってくるかもしれない。でも例えばそいつが追ってる後ろでそいつも追ってきてて、まあ、こいつが釣られてバシャバシャ暴れて人間の存在とかに気づいたらもうやめます、こいつは。でも結構頭悪いやつは、なんだこいつってなって、なんだこいつどっか行っちゃったってなって、え、また来たじゃん、やったバグって来ます。それも魚の性格次第とは。でニジマスは結構、まあ、バカというか育ち悪いんで、その釣り場の場所のやつらなんで、もう餌来たら食うが基本なんで。今俺ちょっと追ってきたやつ釣りたくねえなーって思ってギュッてやったら、そのままフッキングしちゃってブーンって釣れちゃいました。いや、まだいますよ。行きましょう。まだいますよ。うん。ワンちゃん。わかんないけど。俺、釣れなかったら帰る。ビリヤード？やりたい？やりたい。え、大地さん、もっとルアー多分泳ぎますよ。ちょっとマシン早く。うん。ただ巻くだけでもこんぐらいの速さでいいですよ、うんうん、この方がそのなんていうんですかね、ルアーの光沢のキラで魚が反応するんで。そんな速いもんなの？バーッバグっていくもんね。だって俺今結構諦め気味にバーって巻いてたらスッていきました。そうそうそう、こんぐらいの速さでいいです、ただ巻きだったら。お、スパイダンね。え？スパイダンね。こうなんなかった、うん、今すげえ。なんでそうなったっけ。あ、めっちゃクモの巣。え？めっちゃクモの巣。さっき今クモの巣そこに垂れ下がってるのをちょん切りながら来ました。てか一周してるし。で今のただ巻きで、まあ、泳ぎは分かったとするじゃないですか。こうやってやって、まあこうやって巻くとブルブルブルってなって、まあこの俺のやつとかこれルアー背中黒いんですけど、黒いからただ普通に流してると自分には見えないんですよ。まあこれ泳いじゃうの。こうやってやると黒くて見えないじゃないですか。でもこのブルブルブルーのこのボブリングがあるとフラッシングがこうピラピラピラってなるじゃないですか。これが魚に見えるみたいな。ダイさんのもこうやるよりもこう早く巻いた方がこのブルブルブルーでこのキラキラみたいな、このキラキラキラってこの横のケツがこう振るじゃないですか。こうこれがまあ個体差あるんですけど、この光量でまあこの速度で巻くとして、であとはそのただ巻いちゃうと表層になっちゃうんで、その深いところにいるやつらにアピールができないんで、落とすためにまあさっき言ったこのちょっと巻いてからポンポンポンってやってからこうツイッチとかで、まあその普通に巻く速度の競争よりもちょっと落としてからこうやってトゥイッチとかでゆっくり巻いてった方が深いじゃないですか。この深さで魚のレンジを測ってあげて、魚の食うタイミングっていうかこう上に行くよりも目の前でこう食った方がとか、あと目線にいた方がやっぱ見つけてこう追ってくるんで、今のは多分目線にルアーがいて後ろに行ったから多分反応して食い気が急にやる気出て、魚って結構急にやる気出るタイプなんで、俺と同じっす。落として、
あ、お前だ。もうくるくるしない。